ビギン。はい、こんにちは。はい、おはこんばんにちは、ケビンです。マイナス店舗の超高速バックアタック、成功できるまで帰れません。今日なんですけど、はい、バックアタック、超高速バックアタック、うん、やっていきたいと思います。全日本とかもよくやるよね、超高速バックアタックっていうのね、うん、それを超えてますから。マイナス店舗、マイナス店舗だよ、うんうん、マイナス店舗がつくことによって、うん、全日本超えです。まあ、世界超えっすね、速さはね、うん、え、待って、そのマイナス店舗ってさ、俺ら結構さ、今までの企画でやっとったりするやん、うん、その変人速攻、うん、そのスピードのバックアタック、バックアタックってことは、フルタツがパコーンってつくってこと。そういうことできるか。いや、それできるか。やっていくのが、うん、そのやっぱ企画ですから、うん、まあそうやな、うん、できることやったって面白くないやん、うん、みんな分からんね、うん、それぐらいこういったできんのっていうとこを超えていくっていうことなんですけど、うん、まあマイナステンポとは分かんない人もね、いると思うんで一応説明しておくと、はい、まあ、配球でいう返事速攻ですね。ああ、返事速攻ね、うん、もうセッターが上げる前にスパイカーはもう飛んでて、その上がってきたトスを打つっていう感じのスパイクなんですけど、うん、まあ、だけルールとしては、あの古立がトス上げるんで、古立が上げる前に僕らは空中にいないといけません、はい、で空中にいてスパイクを打って、そのスパイクが決まるスパイクだったら僕らとしては成功なんで。なるほど、はい、マイナステンポできるだけじゃダメで、マイナステンポができた上で決まったなっていうスパイクが打てれば OK。バックアタックになったら一気に難易度上がる。ネットもね、まあ、高いし、バックアタック普通に打つのでさえも俺はちょっと難しいんだけど、俺はだ、うん、よし、じゃあもう時間もそんなにないんで、うん、やっていきますか。やってやろうぜ。よし、頑張ろう。ジャスジャス、ヤコーゴにマジでフルタクに打ち込んでしまった可能性がある。どちらが聞いてます。
さあ、マジで無理だ。ああ、